今5秒経った。謎やりすぎ。裏もやっとく。こんな感じ。あ、結構濡れるね。こんにちは、シエルです。今日は初めての〇〇ということで、初めての靴のお手入れ、人生で初防水スプレーを買ってみました。靴のお手入れはね、今までほとんどしたことがなかったんですけど、最近高級なルイ・ヴィトンのスニーカーをいただいたので、これは綺麗に保っていきたいなって思ったのと、スニーカーの素材が複雑だったので、防水スプレーというものを買ってみようと思って。はい、ピントが全然合いません。ピントが合いません。はい、こちらを購入しました。たまにヒールとかもね、購入してるんですけど、そんなブランド、ダイアナさんで防水スプレーを買いました。こちら必ず屋外で使用してくださいということだったので、今日はお天気がいいので、ベランダでトライしてみたいと思います。はい。今日めちゃくちゃいいお天気。空気の良い屋外で使用してくださいということなので、ちょっとベランダでね、シュッシュッとやっていきたいと思います。防水スプレーを使ったことがなくて、パラウォーターという防水スプレーです。ほこり汚れなどをよく落としてから20センチぐらい離して、表面が軽く濡れる程度均一にスプレーしてください。片足約5秒目安にご使用くださいということです。ヴィトンのスニーカーからいきたいと思うんですけど、いろんな革の素材が使われててね、エナメル部分とかはね、拭き取った方がいいということだったので、シュッシュッとやってから、おそらくこの金属部分とエナメル素材のところはね、後ほど拭き取りたいと思います。初めての防水スプレー、今5秒経った。謎やりすぎ。裏もやっとく。こんな感じ。あ、結構濡れるね。はい、エナメル素材のところはちょっと拭いておきます。そもそもティッシュで拭いていいのかわかんないですけど、金属とエナメルちゃんは拭いていきましょう。エナメルの素材のところだけ浮いちゃってる感じだね。拭き取るとこんな感じで綺麗になります。片足こんな感じで、乾くまで5分10分置いときます。もう一足。どう？多めに降り注ぎたくなっちゃう。はい。で、このエナメル素材のところだけ拭いときまーす。もう一足もできました。防水スプレーを購入したこちらのダイアナさんで、このね、ヒールをね、ちょっと前に買ったので、防水スプレーをかけていきたいと思います。こちらは何回か履いちゃったので、新品じゃないんだけど、ちょっとさっき汚れを拭き取って、はい、置きましたので。じゃあ、いきます。あ、すごいやばい。テカテカになっちゃった。ちょっと、やりすぎた感満載。これってさ、手にかかってもいいもん。この金具をちょっと拭いとこう。なんとなく金属部分だけ拭いときます。その防水スプレーを使ったことがないからわかんないんだけど、やっぱり持ちは違うのかな。5分10分乾燥させます。スニーカーとこちらのヒール2足をちょっと防水スプレー初めてやってみました。あの、最初さ、結構水分が多くてビシャってなったんだけど、乾かすと何事もなかったかのように、はい、なってますね。これでコーティングされたということかな。防水しながらいろいろ話してたと思うんだけど、こちらのヴィトンはいろんな生地が使われていたので、正しい防水スプレーの使い方がざっくりしか分かんなかったので、まあ、店員さんに聞いたら、このね、エナメル部分のところと
この金属の部分は拭き取ってくださいということだったので、そちらは拭き取った感じなんですけど、スニーカーの手入れとかさ、そんなしたことがないからさ、防水スプレーと詳しい方いたらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。 2,3 週間に一度お手入れするといいですよって言われたので、定期的にまあお手入れはしていきたいなと思います。ただお出かけ予定があまりありません。こちらのスニーカー結構前にいただいたんだけど、そう、履くタイミングがなくて、ずっと家に飾ってる状態だったんで、早く履きたいね。ちゃんとお手入れをしてから履きたいなと思っていたので、近々履けたらいいなと思います。この防水スプレー自体が1600円ぐらいだったかな。2足で結構なくなって感じもするかも。ちょっと使いすぎたから、ベロン生地とかブラッシングしてからやった方がいいらしいんだけど、そのブラッシングのブラシがないんですよ。自分の中で綺麗にしてからスプレーした感じです。ちょっとこのダイアナさんでの出来事をお話ししていいですか。ルミエに入ってるダイアナさんで、購入したんだけど、すっごい綺麗な店員さんがいて、こういうスニーカーに使いたいんですけどどれがいいですかねみたいな感じで聞いて、で何種類かあって、その場合はこういう感じで、こうこうこうで、でこういうエナメルのところはちょっと拭き取っていただいてみたいな感じで、すっごい丁寧に接客してくださって、でその後にルミネだったからルミネカードでお支払いをしたんですよ。ルミネカードのポイントの使い方がちょっと謎だったんですよ、ずっと。でなんかルミネのなんか他のお買い物券みたいなアプリのものとかもあったりして、いろいろが結構ごっちゃになってて、そのお姉さんにそのルミネカードのポイントって何に使えるんですかみたいなことをさらって聞いたんだよね。そう、そしたらすごい詳しく教えてくれて、じゃあそもそもその何ポイントあって何に使えるかみたいなのを一緒に調べてね、やってくださったんですよ。それで最終的にルミネの商品券が数千円分と、あとスイカにチャージができて、ポイントを無駄にせずに済んだっていう、ただそれだけの話なんだけど、すごい親切に教えてくれて感動したよね。だからその商品券使ってやっぱもうダイアナさんで靴買うしかないなと思ったよね。そう、それぐらいすっごい丁寧に教えてくれて、その日は防水スプレーを1本購入しただけなんだけど、これから先このダイアナさんのお店の前を通るたびに、あのお姉さんへの感謝の気持ちがファって多分出てくると思います。はい、というわけでね、せっかくこういうね、お手入れグッズを手に入れたので、シューズ類は長くね使っていけるようにね、引き続きお手入れしていきたいと思います。ね、ちょっとスニーカー系とか靴のお手入れ詳しい方、よかったらコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。シエルの初めての〇〇体験でした。はい、そんな感じでした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。